の軍略今日も冴えてるぜ。ありえませんな。しかし光秀は信長公を討つ大番狂わせを起こした男。大番狂わせが二度続かないと思ってるところが違う。続くんですよ。誰が続ける？中国にいる筑前の神秀吉。和州の住人柴左近、義によって秀吉殿にお味方いたす。柴左近は若き頃は武田信玄に仕え、その軍略を学んだ優れた戦術家である。天正十年、本能寺の変で明智光秀は織田信長を討ち、信長の天下を手にしようとしていた。左近が仕える大和の大名筒井家にも光秀から傘下に入るよう要請が来る。だが左近は次の天下人は羽柴秀吉だと判断。主を説き伏せ、秀吉に味方すべく秀吉と光秀の決戦地山崎へと赴いた。不可能をやる。だから敵の手をつける。わからないかね。第一は山崎の戦い。俺の軍略狂いはないぜ。筒井家家臣柴左近、義によって秀吉殿にお味方申す。おお、ついにも物の見える男がおるな、三成。はい、使える駒と見受けます。いざ尋常に勝負。譲れません。誰のためでもなく、あのお方のため。敵将を失ったね。その部、まさに戦場の腹じゃな。昇龍寺を攻めるぞ。明智の退路を断つんじゃ。この戦の要所は天王山だ。皆の門、光秀より早く天王山を取ったれや。させません。全軍急ぎ天王山を押さえるのです。今です。かかりなさい。まずは天王山を見させるしますか。もうがそのかたき、その方の天下を私は背負わねばならないのです。敵将を打ち取ったね。うん、ほんと強い子だね。昇龍寺は制圧だね、お前様。してまいる。ま、ざっとこんなもんです。敵将を打ち取ったね。何気にやるね。今です。
兵部隊前へ。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。敵将討ち取ったね。その部まさに戦場の花じゃな。敵将討ち取ったね。頑張ってるみたいだね。ま、こんなもんかな。ま、ざっとこんなもんです。崖は登れないようです。道に沿って迂回して登るしかないようですね。天王山はすでに我らが得た。敵もとろいものだな。清正、天王山へ兵を送れ。明智に天王山を渡すわけにはいかん。攻撃をかけます。本陣開門。敵将討ち取ったね。武働き、ご苦労。押して参る。今なら天王山が手薄。伏兵に合図を。承知とったれ。見事ほれぼれする働きじゃ。逃げにやるね。気をつけな。佐藤、本当は貴様の差し金か。だとしたらなんだよ。その礼に城でも食べるんだ。報いよう、いずれも。私の敵将討ち取ったね。ま、ざっとこんなもんです。三月で、あとは任せろ。信長様の功も、おめえの思いも、みんな、わしが受け取って、つないでやるさ。俺は軍略も腕っぷしも立つ男だぜ。
もう飲めませんわ。それじゃあご飯に。はい、いいぞ。酔ってしまったわ。お強いのね。また仕官しろというお大名かい。1万5000石の禄を蹴って浪人してるんだ。それ以下じゃ使える気はありませんね。2万石だそう。三成さん、2万石といえばあんたの禄の半分だ。名乗りもせぬのに詳しいことだ。浪人すれど情報収集は怠らぬか。家来と衆と同じ禄になるぜ。そんな功禄で俺の戦の腕を買おうってのかい。俺が買いたいのは不義に怒り功禄を蹴った志だ。道禄でも構わぬ。俺が欲しいのは同志なのだからな。待った。殿と呼ばせてもらいましょう。山崎の戦いは左近の予想通り秀吉が勝利。光秀の天下はわずか11日でついえ去った。その後秀吉は競争者たちを次々と下し、ついに信長の後継者として天下統一のため九州へと遠征を開始した。その陣中には秀吉の側近石田三成より破格の待遇で家臣に迎えられた左近もいた。三成に過ぎたものなんて言われてるがね、逆なんだな。第2話九州征伐。俺の軍略狂いはないぜ。獲物がかかったぞ。突撃せよ。足を落とせ。孤立させよ。わしの天下統一の夢、誰にも止められん。島津を天下にひれ伏せさせるんじゃ。いざ尋常に勝負。大事な客なんじゃ。討ち死にさせては豊臣の天下はないぞ。敵将討ち取ったね。見事惚れ惚れする働きじゃ。押して参る。敵将討ち取ったね。佐藤、頼りにしている。まずは鶴ヶ城を奪取、島津攻めの拠点とするぞ。いざ戦わん。圧倒的な物理予想、完全難破です。それに申し訳。さて珍しき猿の感覚を拝みに参るか。田舎武者の増言黙らせてやるわ。敵将討ち取ったね。見事惚れ惚れする働きじゃ。なんか勢いに任せて士官を決めちまったが、まあいい。殿の志を信じて、この仕事に継がれます。さて、一旦引いて軍を整える。まあ、ざっとこんなもんです。お見受けいたせ。敵将討ち取ったね。佐藤、頼りにしている。
スなりは不器用じゃ。すぐいらん敵ばっか作ってまう。サコン、お前はあいつの良き理解者になってくれよ。いざ尋常に勝負。巨石将を打ち取ったね。見事これもレスの働きじゃ。強さってのはもっと奥から湧き出る。何が言いたい。立花は強い、それだけだ。下がっている間に本陣を落とせ。良き敵参る。敵将を打ち取ったね。見事惚れ惚れする働きじゃ。敵の注意を引きつけよ。伏兵に合図を送れ。通賀城を奪還し豊臣軍の戦線を断つのだ。ま、ざっとこんなもんです。良き仇参る。佐久頼りにして。
兄の危機じゃ。兄を失ってはならぬ。行くぞ。いざ戦わん。我が首見事取ってみよ。良き仇参る。島津義弘さん、その首もらい受ける。大将首の取り方心得ておるのか。敵将打ち取ったね。見事惚れ惚れする働きじゃ。まあ、ざっとこんなもんです。敵将打ち取ったね。さて、頼りにして。敵将打ち取ったね。まさに戦場の花じゃな。敵将打ち取ったね。島津もこれで豊臣に従う。天下統一は目の前じゃ。ってのは拾えるもんじゃなくってね。秀吉は九州を制圧、島津橘を従えた。今や秀吉の天下に従わないのは関東の北条、奥州の伊達のみとなる。秀吉は天下の諸侯に力を誇示せんと、圧倒的な物量をもって北条討伐を敢行。その居城小田原城を東西から攻め立てた。島左近も主石田三成と共に小田原城西側からの攻撃軍の中にいた。ひとまず乱世もこれで終わりが、まあ、次の乱は遠くないだろう。第3話小田原城攻略戦。俺の軍略狂いはないぜ。これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。奥州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。はっ、はあ、さあ太平の世への総仕上げだ。こんなでかい城、焦って攻めても落ちやせん。次の城を作り、北条の心を攻める。これが上策か。うん、三成、地上のことはお前に任せるで。まずは場所だが、あの山を使う。押して参る。押して参る。敵将打ち取ったね。
お見事でございますな。敵将を討ち取ったね。佐藤、頼りにしている。場所の確保は成功だ。築城にかかれ。狙いは秀吉よ。続け。何やら石垣山が騒がしいですね。名のある武士とお見受けいたせ。そこちゃんがバレたらまずい。敵を近づけるな。敵将を討ち取ったね。その分まさに戦場の花じゃな。宿城の名手あの衆を連れてきましたぞ。勘兵衛とあの衆を石垣山へ導くんじゃ。あの衆、石垣積み名手安土築城にも関わった。彼らの技術がなくば次の城の築城はならぬ。ざっとこんなもんです。敵将を討ったね。佐古、頼りにしている。こんなもんです。押して参る。城は難攻不落、まさに天下の天井だ。だがどんな天井も義がなくば守りきれんのだ。押して参る。押して参る。
完成だ。木を切り払い、北条に見せつけよ。なんじゃ、いつの間に城ができたのじゃ。これが天下人の力、我らが叶う相手ではないだ。敵将討ち取ったね。その部、まさに戦場の花じゃな。敵将討ち取ったね。左近、頼りにしている。全軍、小田原城を攻めよ。本陣に敵が、至急救援を。木材の余りで天庭舎を作らせておきましたが、内容した松田の秀がどこかに囚われておる。我らが城に入れば北条も長くは生かしておくまい。関東の心をつかむな。何としても助け出すんじゃ。いざ尋常に勝負。勉強と社会人別再戦。敵将討ち取ったね。見事惚れ惚れする働きじゃ。このまま終わるのか。おお、助かりましたぞ。こんなもんです。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。敵将討ち取ったね。その部、まさに戦場の花じゃな。承知とったね。左近、頼りにしている。開くようです。この扉のからくりは2階にあるようですね。装置の留め具を破壊すればからくりが動くようです。どうやらこの扉はからくりで開くようです。この扉のからくりは1階にあるようですね。
星とお見受けいたす。液晶を打ち取ったね。見事惚れ惚れする働きじゃ。代わりの術だ。楽しみ。かくなる上は秀吉の首を取るのみよ。頼りにしている。その部まさに戦場の花じゃな。いざ尋常に勝負。押して参る。我が首見事取ってみよ。押して参る。まざっとこんなもんです。王女の敵将を打ち取ったね。これで天下はわしのもんじゃ。まずは俺の見立てた通りだったな。城は落城、天下は秀吉に帰した。だがその秀吉の死後、天下は二つに割れる。豊臣の天下を守ろうとする石田三成ら西軍と、次の天下を狙う徳川家康ら東軍とにである。両軍の天下を分ける決戦を前に、島左近は久瀬川で東軍を吸収し、家康の出鼻をくじかんとした。天下の命運をかけた一大決戦の前哨戦が今始まった。殿のために俺の軍略の見せ所ってやつだ。第4話久瀬川の戦い。俺の軍略狂いはないぜ。
この戦はこの後の天下争奪戦への布石、つまり完全勝利が必要不可欠ってわけだ。名のある武士とお見受けいたせ。敵将を討ち取ったれ。我らも続くぞ。敵はおびき寄せた。さあお楽しみといこうか。しまった、罠だ。引け押して参る。完全勝利ってことは誰一人欠けてもダメだ。助け合え。義弘と銀中は特に。わかりたくないな。わかった。敵将を討ち取ったれ。佐久間、頼りにしている。本体への退路を確保します。急げ。敵将を討ち取ったれ。我らも続くぞ。敵の退却路を塞ぐ。我に続け。強いのも罪だが、美しいのも罪だ。そうか、そういうものを。なる。面白い娘だな。血の匂いがすると思ったらもう始まってるね。三成は無双かよ。血に足がついておらん。西軍に味方したあんたもそうさ。ま、あんたは無双だというより博打好きだが。押して参る。ならないでよ。また後で遊んであげるからさ。ま、ざっとこんなもんです。敵将を討ち取ったね。見事だ。かくなる上は荒々しく散るまで。せめて人たち、せめて一矢報いん。いざ尋常に勝負。敵将を討ち取ったれ。佐藤、頼りにしている。半蔵の言う通りであった。少し早く到着できていたら。重さは証し、皆は島津に当たれ。我らは本陣を突き隙を突く。いざ戦わん。いざ戦わん。敵将を討ち取ったれ。その軍にいつか追いつきたい。敵将を討ち取ったれ。佐久間、頼りにしている。戦わん。全部見上げる。敵将を討ち取ったね。幼少は優れた戦士でもあるのだな。嘘、怖いぞ。影の闇を。それは中列無比。小さな銃の向く先を誤る。槍でトンボ食ってるおっさんに言われたくないんだ。ま、ざっとこんなもんです。
敵将を討ち取ったね。左近、頼りにしている。戦士でもあるのだな。深追い無用。押して参る。いざ尋常に勝負。強いのも罪だが、美しいってのも罪か。罪だなんて。面白い娘さんだ。敵将を討ち取ったね。左近、頼りにしている。敵将を討ち取ったね。よくやってくれた。これで少しは士気も上がったかね。まずは俺の見立てた通りだったな。あの戦いは島左近の見込み通りに西軍が勝利。西軍は士気を大いに上げる。西軍はこのまま勝ちを決定づけるべく、東軍はこの敗北を挽回すべく決戦の地関ヶ原に参集する。西軍は兵数地の利ともに優勢だったが、左近は味方大名の不穏な動きに苦戦の匂いを嗅ぎ取っていた。やりがいがあるね。まあ、ありすぎるのではない。第5話、関ヶ原の戦い。俺の軍略、狂いはないぜ。霧で視界が効かない。敵さんも戦場においでですよ。地の利は殿にありますな。味方が我らの下地に従い攻めれば敵は支えられません。ただ問題は家康がそこを承知で布陣してるってことです。堂々とね。つまり天の時と人の人の輪だと。奴に連なるのは
理に群がるハエだ。人の輪も殿にあると。そうだ、金継ぐと俺で奴を強撃、雪村が上田にて四位牢城を行い敵を揺さぶる。奴は我らの術中に。日の本を一つの戦場に見立てた誠に壮大な策。しかし画兵ですな。頼む左近、俺は勝ちたいのだ。ま、餅の絵面は分かりましたよ。その天下餅、左近がついて殿に差し上げることにしましょう。この戦は義戦である。全軍に命ず、勝利せよ。敵前線を殲滅し、家康を討て。いざ尋常に勝負。押して参る。さて、殿を勝利に導かないとまずいんだが、家康の器量は俺の訓略が超えているかどうかで。敵将を討ち取ったね。佐藤、頼りにしている。敵前線が乱れて大筒で打ち崩すのじゃ。大筒とは物騒だね。ま、こっちにも大筒はあるんですがね。中央に兵が集中しすぎだ。島津が迂回し奇襲しよう。偽戦に奇襲無用。島津、差し出た真似をするな。分かった、以後島津は一切動かぬ。小早川の坊ちゃんは徳川に内通してるな。西軍が不利になるか小早川が押されると。押して参る。敵将を討ち取ったね。両将は優れた戦士でもあるのだな。押して参る。敵将を討ち取ったね。佐藤、頼りにしている。敵将を討ち取ったね。やりおる、見事だ。北西砦から敵本陣を狙うのは手か。毛利が動かない。やれやれ、敵兵が消えるか。味方不利となると危ないね。名のある武士とお見受けいたせ。大筒は汚ねえよな。大筒は、ま、こっちにも大筒はあるんですがね。中央に兵が集中しすぎて。ならば、いざ戦わん。敵将を討ち取ったね。さて、頼りにしている。西軍優勢、東軍に寝返って良いものか。第二陣攻撃開始。三成を休ませるな。小早川め、まだ迷っておるのか。松尾山から小早川を銃撃せよ。いざ尋常に勝負。敵将を討ち取ったね。やりおる、見事だ。小早川め、まだ動かぬか。半蔵、小早川が味方いたさばよし。さもなくは切れ。今日邪魔者、ご不利。
ざっとこんなもんです。敵将を討ち取ったね。さあ頼りにしている。首見事取ってみよう。押して参る。これより我らは徳川殿にお味方する。いざ尋常に勝負。頃合いです。秘密な本陣を落とします。撃ち取ったね。槍を見事だ。撃ち取ったね。佐藤頼りにしている。撃ち取ったね。よくやってくれた。撃ち取ったね。佐藤頼りにしている。ざっとこんなもんです。
敵将を討ち取ったね。佐藤、頼りにしている。ここを通りたくは拙者に挑み勝て。しか思わぬ者の考えだな。志を同じくする者に上下はあるまいよ。なんとか勝利できたな、サコ。礼を言う。その一言が何よりの褒美です。どうも。勝ちってのは拾えるもんじゃなくってね。この度の働き、左近に過ぎるものはないな。この戦いが終わったら大きく加増しよう。他の者をお引き立てください。俺が買われたのは六人ではない。不義を憎む殿の志にですよ。待て。同志と呼ばせてもらおう。筒石が国を追われ、流浪の島左近は軍略を学ぶため武田信玄のもとに帰宮。信玄の上洛軍の中にあった。
上洛路にあった徳川家康は初め自重し籠城をしたが、信玄の策に乗せられて突出、絶体絶命の危機に陥る。主の命を救うため家康の家臣たちが三河武士の意地をかけ、私兵と化して武田軍に猛反撃を仕掛けてきた。信玄公の軍略、とくと学ばせてもらおうかね。外伝、三方ヶ原の戦い。俺の軍略、狂いはないぜ。勝負は決したか。家康、おことはまだまだ若い。さあ、仕上げといくか。俺は島左近、信玄公の軍略を慕って参った。この島左近の名、優れた軍略家じゃ。よかろう、存分に働いてもらおう。押して参る。敵将を討ち取ったね。良い戦いぶりをの。名のある武士とお見受けいたす。この戦、勝ち目はない。我らも引くぞ。逃げるかね。だが簡単にはなれないよ。さあ、おことは織田軍の相手を受けたまわった。しんがりは拙者に任されよ。拙者はここで敵を食い止める。半蔵、殿を頼む。承知。んだ平八郎を戦つ。今より七に入る。敵将を討ち取ったね。お見事です。戦つは相手にせんでよいぞ。良いでな。こたびの戦、家康を逃がさぬことが肝要ぞ。何の、武田騎馬隊に倒せぬ敵などない。何もせずに帰るのか。手ぶらで帰すのは悪いの。帰る前に武田の恐ろしさ、味わっていくがいい。いざ、尋常に勝負。名のある武士とお見受けいたせ。敵将を討ち取ったね。良い戦いぶりを。承知とったね。お主の分、あやかりたいものである。さあ、こんなもんかね。敵承知とったね。見事だ。まだまだわしの足元にも及ばぬよ。敵を疲れてしまった。
も続くぞ。かかったな信玄、我は影武者よ。こいつ影武者か。この砦でさえ突破できれば浜松城は目の前ぞ。この先は地形が入れ組んでおります、ご注意。殿、早くお逃げください。戦いぶりよの。ま、ざっとこんなもんです。急ぎ砦を突破するのだ。やるね。今のうちじゃ逃げるぞ。武田よ、徳川の底力見せてくれるわ。おお、よく来てくれた。早う逃げられよ。信長様に感謝するんじゃな。侵略すること、任務とし、全て押し潰すまでよ。それがしが敵を引きつけます。殿、お逃げください。が前に立ちはだかる者は消え。いざ赤川。仕事は信長とはあるまい。いざ行くこと。そうさ、信長様は私が見出した絶対無二の主。その思い込みが危険じゃの。敵将を討ち取ったね。どういう戦いぶりよ。信玄公、引いてくれ。王道はわしらが敷くぜ。こことは生き残って天下人になったら頼もうかな。何のこれしき。敵将を討ち取ったね。お見事です。せめてこの影を。また影武者。三河武士の血、狂気地味とさえ。影たちの犠牲、無駄にせぬ。生きて浜松城へ帰るぞ。皆さんよ。逃げずとも貴公を賜よし。
しおりをいじめるものではないわ。ま、ざっとこんなもんです。耐えるのみ。敵将を討ち取ったれ。家臣の犠牲を無にしてなるものか。どれだけ無様であろうと必ず生き延びる。俺は軍略も腕っぷしも立つ男だぜ。